今日はスライド丸のこの囚人システムの説明をします、スライド丸のこ、巻いた層、押し切りなどいろいろ言い方がありますが、スライド丸のこということで統一しておきます。巻き田のスライド丸のこ、これが囚人ポートに囚人のダクトが取り付けてあります。スライド丸のこをこのボックスで囲ってあります。ここに透明ののれんのようなカーテンがついています。まず回りません。これは囚人機を起動しました。囚人機が起動してからスライド丸のこの電源が入るようになっています。庫内をご覧いただきます。ここにありますトラマークはスライド丸のこの天板と平行でフェンスも同じ位置になってます。ここにスケールが見えますですか。このスケールが丸のこの左端のスケールになってます。試し切りをします。最大2000のスケールで2000にカットできました。ジャスト2000です。下のこのスライド丸の子はキリコを後ろに飛ばさないためのゴムがついてます。これは不要ですので外してしまいます。出ました。これで試し切りをします。
このフェンス面にはほとんどの切り子がなく、こちら裏にすべて飛ばしているようです。このカーテンは庫内の粉塵をこの中に閉じ込めています。この下のボックスは切りごみを捨てるダストボックスです。下はこんなことになってます。先ほど合板を3枚ほどカットしましたので、このような状態で求人されなかった粉塵が庫内に残っています。ここがダストボックスです。このスライド丸の子は先ほどゴムを外したように、ここにハンドルがついてました。ハンドルも通行の邪魔なので外しちゃいました。切り飛ばしました。緩めます。こんな感じです。この下の集塵機をご覧いただきます。まずゴミ袋を外します。こんな状態のダストです。これが家庭用の掃除機の起動突入電流を回路を外した掃除機です。スライド丸の方から出る粉塵はすべてこの庫内の中に閉じ込めています。まあ、室内工房は
全くクリーンな状態が保たれています。次、これ説明し損ないました。これはここに置いて、同一寸法のカットの時の定規になります。粉塵切子でお悩みの方、どうぞご参考にしてください。